聖ビルギッタあるいは聖ビルギッタはスウェーデンの聖職者ローマカトリックとルーテル教会の聖人首都会に所属し後ビルギッタ会を設立したヨーロッパスウェーデン未亡人の守護聖人スウェーデンで最も数形の対象となっている聖人であるビルギッタは本名をビルギッタビルゲンスドッテルといい ウップランド地方の知事ビルゲル・ペッションの娘として生まれた。父は国有数の裕福な地主で、母親も名門ビエルボケの出身であった。母を通して若いビルギッタはスウェーデン王と交流を持つことになる。1316年、ビルギッタはメルケ地方の領主でエステル・イエートランド地方のウルボウサイ地族出身のウルフ・グドマルションと結婚し、 八子を設けた。そのうちの一人が、後のスウェーデンの聖カタリナである。ビルギッタの毛高く、慈愛にあふれた生活は彼女を遠方まで、広く知らしめることとなった。ビルギッタの深い信仰心は、夫も動かした。夫と共に1341年から1343年に、かけ、サンティアゴでコンポステーラへ巡礼の旅へ出かけたのである。1344年。 巡礼の旅から戻って間もなく、オットウルフが、エステルイエートランド地方の首都会修道院、アルバストラで亡くなった。このため、ビルギッタは、生涯を信仰に捧げることになった。彼女が、ビルギッタ会を設立し、バドステーナに本拠を構えたのはこの時であった。ビルギッタが助監として仕えていた、マグヌス4世と王妃ブランカが潤沢な寄付を行った。 1350年頃、ビルギッタは、ローマへ向かった。目的は、新たな修道会の設立強化を、ローマ教皇に願い出ることと、自らに課した、当時の道徳的風潮を引き上げるという使命の、実行のためであった。ローマ教皇ウルバヌスゴセイは、修道会則の確認を1370年まで、しなかったが、その間に、 ビルギッタの人となりが彼女の優しさと、善行ゆえに、ローマで広く敬愛されることになった。時折巡礼に出かけ、彼女は亡くなる1373年7月23日まで、ローマに留まった。最初ビルギッタは、サンロレンツオインフォルモーサ教会へ埋葬されたが、後に、スウェーデンへ移された。ビルギッタは1391年。 教皇ボニファティウス旧姓によって性別され、1415年のコンスタンツ公会議で生成が確認された。ビルギッタは子供の頃から頻繁に原始を見ていた。亡くなる少し前には地面に横たわる幼児のキリストとブロンドの髪をした聖母マリアを原始で見たという。彼女の原始体験を書いた著書、刑事は後に多大なる影響を与えた。 1651年、ウィーンに、ビルギッタの名を冠した、礼拝堂が建てられた。1900年、新しくブリギッテナウという地区が設けられた。1999年、教皇ヨハネ・パウロ2世はビルギッタを、ヨーロッパの守護聖人と定めた。彼女の祝日は7月23日である。キリストが掲示したとされる、スウェーデンのビルギッタの15の祈りが存在する。 ありがとうございます。